っちが舐めとる、うちの会社が舐めとるなっていうのはよく覚えとる。そうですか、うん、そんなことないですけど、はい、担当の方、担当から連絡させますと。そうそう、これ何だよ。お隣に行ったらめちゃめちゃ怒られて、はい、職人さん、いるかいらして、いや、いるかなじゃなくて、してくださいよちょっと高ないって、はい、あ、じゃあいきなりこんなに安くなるのこれがまあ電話に出ない、まあこんなのもダメだ、ダメだ、ダメだ。あれやるんですか、20万の勉強会。ほら20万の勉強会定年するで、なんかみんなでじゃあ集まろうか、東京にする、名古屋にするみたいな、いい仲間になれるんですよ、みんなが待ってた。すいません、ごめんなさい、向かいはそこからですか。あ、うんと、どっからですかね、最初からですね。いいですよ、全然、もう逆に、ね、いきなり世間話もないし、お前カメラ回してくんだよみたいな感じだと思うんで、それカメラあんまり意識しなくてもいいんですけど、まあ最初はあれなんですよ、 YouTube で見始めて、はい、乗り換え道場さんの、はい、なんかまあ面白い人たちやなとかって、はい、見てたんですか。あの動画で仕事頼む前には YouTube 見とったんですか。で見てました、ね、はい、そう、はい、僕も半分酔っ払ってるんであんま覚えてないうちが舐めとる、うちの会社が舐めとるなっていうのはよく覚えてるんだけど。そうですか、そんなことないですけど、はい、まあ面白いかなと思って喋ってみたら、はい、そう、あのなんかその、はい、まあ僕もまあ姑息な話なんですけどいや、こんなんでもしかお付き合いしよったらなんか知り合いとかたまに出てるし、はい、あんなことあやかれちゃったりするんじゃない。はい、SNS やってるんですか。やってないです。何でやるかですか。え、セルスやると思うとあやかれるかとか。ああ、違う、なんかピョッと出るだけでも、はい、まあちょっと違うかもしれない。会社宣伝みたいな。そうです、そうです、そうです。まあ、うん、全然本当漠然とした、はい、あれだったんですけど、はい、そう。まあで、じゃあ手っ取り早いのは、もう仕事紹介しちゃえばいいじゃんっていう。はい、はい。はい、そうですね。まあ、どうせ変なことがあるのやったら、ちょっと一回、そうです、あれ使って、うん、まあ、どういうことや、え、何やれとかも興味あるし、みたいな。そうです、そうです。お仕事は、まあ、入り口の看板、ちょっと取らせてもらったんですけど、ええ、あの害虫駆除とかだけじゃなくて何をやるんですか。害虫、害獣、まあ、あとは害虫、歯の、そうです、歯とか多いですかね。あ、そんなあるんですか、うん、あ、工場系とかでも。そうですね、歯と対策で結構お金が動くんですか。動いてる時もありますね。それは社長の問題じゃないですか。僕社長じゃないんで。あ、どうやったら誰がするんですか。今、現場行ってます。あ、しかも待ってください、兄弟か親か。あと、うちの女房、まあ、というか経理の親ですね、はい、まあ、まあ、奥様の社長様は現場出てるのに、はい、なんでここにいらっしゃる。いや、来るって言ったから。あ、すいません、すいません、とんでもない邪魔して、とんでもないです。今、奥さん、腹減って気が立ってるんだ。ご飯は食べてないですか。僕が切りました、切りました。あ、いいですか。カップラーメン切りました。すいません、申し訳ないです。いい奥さんが、ずっと神奈月にしか見えないちょっと神奈月に見えますか。神奈月に青いですか。これでそこか。私勉強会に参加させてもらって、もうだから社長さんが芸人さん似てるから、そこからちょっと見始めた。あ、来る時までは見てなかった、知らなかったですか。もうすごい素晴らしい、そのキャラクターとちょっと全体的な感じがすごい聞かれたんで。ありがとうございます。ちょっと照れるのやめてもらっていいですか。全体的な感じ聞いた。これそこいいとこだけ聞いてなかったんだろ今。耳シャットアウトしてた。今できるんだ。褒め方上手。よくできてる。できてるじゃないですか。俺ができてるじゃなくて、いや、奥さんちゃんと言ってる、ちゃんと言ってる。昨日の夜からもうずっと、もうずっと書いてます。もうこれを言えなさい。何突っ込まれるか分からない。着手業。そうそう、少年心持ってるみたいな。めちゃめちゃちょっとこれ YouTube ってこんな感じなのみたいな。それ何俺ら喋って俺の話がもう言ったんだみたいな。いや、私もなんか話の途中でした。視聴者が一番気になってると思うんですよね。何塗り替え道場がなんで舐めてるなと思ってたのか、話してる途中で違う話になっちゃったから。そうそうそう、一応まあ、何も言ってない。で、仕事を振ればいいんだっていう。ああ、そうです、そうです、そうです。まあ、ここに振ったら、はい、まあ、ちょっとまあ、なんかあるんじゃねえか。まあ、もしかして、まあ、もう本当ぼんやりですよ。会社の宣伝がてら、そうです、うん、ぼんやりと。そうで、まあ、まずと思ってお電話をしたんですね。はい、じゃあ多分コールセンターかなんかにつながるんですよね。あ、なんか時間外とか休みとかだと外注の方だなかな。はい、ちょっと分かんないんですけど、はい、じゃあまあ担当の方、担当から連絡させますと。はい、あ、分かりましたって言って、まああと、まあ、待ってたんですね。はい、そしたらまたお電話があって、
はい、あの先ほどお電話していただいた、はい、まあ、原田さんですかみたいな、はい、で、ああそうです、はい、でどういった内容でしたっていう話をして、まあ、さっきと同じ話をしたんですよ、実は塗装のお客さんがいて、はい、っていう話をしたんで、はい、担当の方からまた連絡を差し上げます。そうそう、これこれ何かですね。担当の人からかけさせます。また多分事務所がかけたのか、俺の想像は。どんだけ担当の方なんかこの人が担当じゃなかったんかいってなるよね、一回かかってきた時に。もう開けても開けても出てこない。もうじゃない。そんな感じですよ。そう、これで栄養がかかった。そう、で、多分そこで、確かそういう名前でしたけど、そういう方います？います。めっちゃいます。ですか、先そこで盛り上がりましたし。で、あのお話、まあお話が、はい、お電話かかってきて、はい、話をしてたんですけど、いや実はこうこういう案件があって、はい、そういった場合ってあの御社でやっていただけますかねと、はい、話をしたんですよ。はい。外人そうですね、多分。そうですね。こういう在住とかやったら、まあ多分物件とか行ってるうちに塗装できるのか、じゃあ紹介しますか。そうですそうです。そういう話してみます。まあそういう話をしたんですけど、そしたらその何沢さんでしょ、もう名前すら忘れられちゃうから。そういう方もいますよね。います、います。あのその方が、そう、その方が、すみません、あの月に何件ぐらい紹介できますって言うんですよ。はい、いや、僕ブローカーじゃないんで、あの分かんないですよ。そう、いや紹介するかもしれないし、はい、しないかもしれないんで、はい、ただ今こう今現状こういう物件があって、はい、そういうのって僕がお願いして対応ってしてもらえるもんですかという、でその時に塗ったりだとか、はい、そういうこととかってお願いできますかね、はい、月にどれぐらいどうだろうそこじゃないんだよなそういや、そうで僕聞きたいのやってくれるかやってくれんかなんですけど、はい、月に何や関係ねえんだろうと、いやと思いながら、まあその時ちょっとまあもやもやしながら切ったんですけど、みたいな車椅子さんしばきれみたいな言っちゃえば話が通じてないんだよね。で、しば、多分そのまたしばらくした後ですよ、足場を組んでほしいっていう現場があったんですよ。はい、それは何ですか、自分のところが。あ、そうです、うちがやるのに、うちが仕事するのにどうも足場を組まんとできんなと、はい、でまあ、今まで頼んでたところはあったんですけど、はい、いやこれはまあ足場といえば、はい、そんなもんあります、そう、足場といえばとあります。だけど、まあ、また電話してやいなかんの嫌なんで、はい、と思って、はい、もう緑店にそのまま行ったんですよ、直接。そうです、そういうことですか。そうです、そしたら多分あの森さんって方見えて、ああ女性います、はい、そう、これまた腹がありそうだもんな森さんがねその辺ちょっとあまり覚えてないけど、まあ写真撮って、はい、あのこういうふうに足場組んでほしいと、絵を描いてね、はい、うん、でまあちょっと見積もりだけちょっとお願いしますと、はい、いうことでお願いをしたんです、はい、多分工事は多分それが一番最初ですね、それをやってもらいました、はい、あ、やってもらったん、それはもうやってもらいました。森家が、だそれまでにね、何回か辻さん、龍二さん、そう、はい、に見に来てもらったこともあったんですけどね。それは、ね、違います、ね。森さんを通して。あ、違います。それはね、ちょっとどこだったかな、ちょっと時系列忘れちゃったんですけど。で、まあその見積もりも現地に見に行っていただいたのかどうなのかわかんないですけど、まあ見積もり出て、はい、まあいざやりますよとなったんですけど、はい、そしたら今度、はい、職人さんがアウトリガーを、はい、どうも。かけなきゃいけない、ああ重機かなんかね、だったらもう言っといてくれんと、お隣さんまるっきり家だから、はい、違う人も、はい、でお隣に行ったらめちゃめちゃ怒られて、はい、お隣さんだからそれいるんだったら言っといてほしいと、ああそうですね、アウトリガーをかけるのであればね、はい、お隣さんに声かけなきゃいけないから、はい、そう、でまあそのお隣さんに怒られ、いや足場のやつ結構ありますよね、足場の話も、足場のところでできるんですか、はい、なんかスリッパで来たとか余剰な、あ、そう、同じ現場です、その屋根を、まあ、真っ白な家で、はい、結構新しかったんですよ、はい、であのガルバの屋根、はい、でもうすごいお客さん気にして見えるから、はい、まだやったばっかで、そうです、そうです、一人乗ってほしくないみたいな、そう、まだ新築なんですよ、まあ、そんな風に言ってるから、もうちょっとこのガルバの屋根に乗せる前に養生してくれと、はい、いう話をしたんですよ、はい、そしたら職人さんいるかなって言い出して、いや、いるかなじゃなくてしてくださいよそれはいらないですよというか、してよって言ってるのにいるかないやいるんですよそれどういうことなんだそう、もともと言ってあったんですよね、あ、もちろん養生してねっていうのを当日に言ったんじゃなくて、いや、まあちょっとそこはね僕覚えてないんですけど、でもなんかそれ聞きましたよ、ただあの時なんか最初ちょっと金額覚えてないんですけど、はい、これぐらいって見つかって、そのぐらい言ってましたね、ちょっと先ほどのとこうろ覚えぐらい言ってましたね、そう、確かに10万とか10万とか15、6万じゃなかったかなと思うんですけど、はい、あの結局決まって、はい、まあ、ふっと言ったんですよ、はい、森さんにちょっと高ないって、はい、言ったら、あ、
じゃあ10万でいきなりこんなに安くなるの交渉とかじゃなくてね、言ったらそんな安くなるんだって思っちゃう。あ、違うわ、違うわ、それ多分辻さんだ。森さんがこんな話をしたら辻さんがあの人もしかしたら次からも頼んでくれるかもしれんから、はい、もうこんだけで出してって言って、はい、それでなんか5万ぐらいズボッと安くなる。ただそれから確か辻さんに全部連絡するようになったんですけど、はい、これがまあ電話に出ない。とにかくあの人とにかく出ない。昼間だな、うん、昼間とにかく出ない。会社から携帯支給してるんですけどね、一応。あ、本当ですか。いや、なんか仕事中は iPhone 持っとけないから。で、なんやかんやしとったら一回なんかの件で多分堀川さんって方が、はい、多分ご主人はね、日本人そう。いや、知ってる、知ってる。YouTube 見てください。ありがとうございます。で、まあ、現場の件で、はい、今から行きます、みたいな感じで。はい。電話確認に、ああ、施工で。はい。うん。で、電話あって、実際問題誰に連絡すればいいですかと。はい。こう、足場みたいな。はい。そしたら、まあ、募金くださいと。はい。あ、そう。いや、僕最初辻さんだったけど、まあ、辻さんの件は、じゃあいいですかっていう感じで。はい。あ、大丈夫、全部募金ください。はい、って言うんで、それからずっと堀川さん、ああ、やってもらってますか。そうですね。そっからどうですか、評価は。ああ、そっからはね、電話は出てくれますね。おお、そう。電話はってことは何かがあるんですかね。正直言ってください。来ると必ずチャック開いてくる。すいません、それは現場だけじゃなくてどこでもいつでもです。すいません、あのチャック全開なんですよ。家帰ってきてもチャック全開なんですよ。多分もう何、多分トイレ行った後ボタンだけ閉めて終わってるタイプですね。ぶっちゃけ、まあこれ、まあ、原さんに僕会ったので、まあ、これ多分動画で使うと思うんですけど、まあ、ギリギリ使うか、まあ、ちょっと無理だわ、無理ですバーンって走って何でも喋っちゃうじゃないですか、社長。聞いてないね。 YouTube 使わないです。いや、じゃあ僕もね、いや、ちょっと自分を見せとかんといかんじゃないですか。うわ、ドラマチック。食べといたらいいんじゃないですか。ずっとなんかもう気になるもんね。モザイクみたいな感じ。あのプチプチ持ってきて顔だけだ。あれやるんですか、20万の選挙会。ほら、20万の選挙会です。年4回集まって、あ、なんか言うとったやつ。あれ全然あれダメですよ、話しません。全然詳細も何も聞いてない。詳細ないです。まあ社長ほどバイタリティがあれば、いや、このキャラでいけるでしょ。いけますよ。全然いけない。それなんかもう何恥ずかしがって出せなかったらちょっとあれだけど、うん、バーンって出したら売れそうな、売れそうっていうか、なんか人気は出そう。なんでそれ、お前、すごい大質。全然カメラの前だからって、緊張してなさそうだから喋ってますね。大質ですよ、それ。昨日も作文書で言うから。何ですか、作文書で今日、喋るかな。絶対そんなことしてます。絶対そんなことしてます。絶対そんなこいや、もう。書いた意味ねえよ。絶対絶対ここ真っ黒だ。奥さんとやったら面白そうじゃん。自分が出るし。いや、なんか俺は一人でキャンプとか向いてそう。いや、なんか一人で喋れそう。なんか一人では喋れない。僕はね、こうやって見ようもらうとダメなんですよ。いや、もう聞いてみる人も、これだから喋れるんだって。いや、なんか一人で喋れそうですけどね。こう床めくって、おいって。そういうやばい系なんだ。そういうやばい系。ぶっ飛んでますね。一人で喋る、そういうことですよ。何大丈夫ですか、 YouTube、TikTok。 TikTok ですね。ショートムービーですね。こんな風にやるのかみたいな感じで。はい、まあ、作ってはみたんですけど。はい、投稿しました。4個ぐらい。あ、もう投稿しました。15歳、15歳。5、6かな。うん、これはもうちょっと一番最初ですね。どうの、あ、一番最新練習。いや、一番最初、最新じゃなくて最新。まあ、こんなのもこれダメだ、ダメだ。これかもしれない。これですか。まあ、これも話せるかどうですか。これ取り入れてますか。おお、これですか。これ違うでしょ。え、ハルさん、これ違うでしょ。いや、僕考え方が違うんだよ。こうやって見ると老けて見える。さらっとプレスするの。悪口言われちゃう。僕は一個、まあまあまあゆっくりやっていけばいいんですけど、ハーフは喋って社員しておりますか。やっぱ喋ってるうちにちょっと計算しながら喋るじゃないですか。うん、伸ばしたいと思ってるんですが、
メインで回してた方が、だから俺はこういうのがすごいと思うんですよ。だってこういうことができんからみんなすっごい頭でかちにちゃんとしたものを取らなきゃみたいな感じで飛び込めない人って多いじゃないですか。こういうのが始まってて、それが一番。でもフォロワーが44名様で、で本当に僕はもうまず一番大事ってやっぱその社長の人柄、社員の人柄で、求人一回出しても反響もう10倍ぐらいなんですよ。もともとは50万で人に来た、10万で人に来たやつが10万で10万とか、面白いですよね。いいじゃないですか。 SNS 向けばまず来てください。あの実践会、あ今から振り込みのじゃあ行ってください。請求書のないかだよ。日付も決まってないですからね。で俺20万円でだってさ10組限定じゃん、200万でしょ絶対合わんもん。合わんと思ってないけど、うちの社員2人ぐらいをつけて毎月指導入らせるんで、で4回まあ集まる。でも結局僕もうこういう関係がないと楽しくないから、僕も29、30の時に、まあ、そう29で会社やったから31ぐらいから塗装屋になった時に、でなんか民間でやれんかなと思って一般で広告とか勉強しに行って、フライ総研って聞いたことあるんですよ、あのコンサルの、はいはい、多分日本中のコンサル。そうですね。それでキャッチ商品で多分最初になんか月々3万とかぐらいで勉強会っていうのをやってて、はい、そこでまあ10組か20組ぐらいのチームでずっと1年間勉強してくるんですよ。僕それに2年か3年ぐらいずっと属してて、はい、そうするとやっぱ今でもそうだと思いましたんですよ。ああ、はい、でそこに相談もできるし、経営者でみんな成長してくるじゃないですか。この間もそうですけど、なんかその人がまあ定年するで、なんかみんなでじゃあ集まるか、東京にする、名古屋にするみたいなのとか、いい仲間なんてあるんですよ、みんなが。で俺そういうのになんか憧れてて、だからそういう会議だったらみんなが仲良くなってて、みんなも SNS 一緒に伸ばしていって、はい、じゃあ視聴者の皆さん、はい、澤哲さん、はい、でこの動画が公開されるまでには投稿ちょっとドキついやつ投稿処分っていうことでいいですか。ドキついとこなんだっけ、おもろいですおもろいやつ、おもろい、まあ、頑張りますよ。いいですか、はい、概要欄貼っときますんで、ぜひそちらの方見てください。チェックします、うん、ちょっと面白くなると思います。はい、以上になります。はい、皆さんぜひまた応援のほどよろしくお願いします、はい、あと名古屋も SNS 勉強会が11月9日ありますんで、ぜひそちらの方もチェックしてください。よろしくお願いします。せーの、またね。さすが、さすが、一発でよかった。最初です。Yeah.